こんにちは、TBF の京介です。以前コーナーさんで購入した100パイのスパイラルダクトを作業場内に這わしています。そのまま接続できる電動工具は2種類ほどなので、他の電動工具も接続できるように分岐ボックスを作っていきます。作業場内のものなので余った端材を貼り合わせて、なるべく費用をかけずに製作していきます。分岐ボックスの構造は、上から100パイのダクトを入れて、箱の下から3種類の配管が出るように作ります。今作っているのは箱の上部で100パイのダクトが入る穴を開けていきます。2枚の板を使用しているのは端材を使ったため、特に意味はないです。箱の上部に穴を開けて、各パーツを45度にカットしました。インビのソケットを買ってきました。 DV ソケット40、それと 50×40 と 75、 これ多分規格の数字やと思うんですけど、一応マキタの囚人ホースに合うので、これをここにつけていきたいと思います。これは一番大きい75は100パイ用として使います。これ75規格なんですけど、これ100パイのホースです。ちょっとグスグス、もうまあバンドで締めるとしっかりくっつくので、まあ、これでも大丈夫だと思います。そしてこれが、50と40ですけど、この40側、小さい方がこのマキタのこれに結構きつくぴったりとはまります。ちっちゃい方はもう一つ、これの中に入る分ですね。これはこういう感じでこの辺で切って使いたいと思います。ちょっと昔の規格の分ですね。これもでもマキタです。それがちょうどここに入ります。ちょっと古い手の方はこちらで入るようになります。それじゃあ今から作っていきたいと思います。このホースの先のシャッターの部分を今から作っていきます。3箇所シャッター作ります。3枚の板を重ねて、上下の受けと真ん中は引き出しにします。使う箇所のダクトを開け閉めできるようにしてみたいと思います。シャッターは滑りが良い MDF を使用しました。まず上下となる板に配管が来る中心をドリルで開けていきます。3箇所穴開けました。で、これがこんな感じで入っていきます。塩ビ管をビスで固定しました。内側に来る MDF の板は配管より
1センチほど大きく開けています。シャッターの抜け止めのビスをつけるので、それを逃がす場所を開けました。次は開閉する部分を作っていきます。丸穴に合わせてシャッター部分の切り抜くところを印していきます。何も考えずに同じような大きさで3箇所開けてしまいました。一番小さなダクトが入る部分がちょっと大きかったです。真ん中に来る板はボンドで貼り付けます。次にシャッターの取っ手を MDF につけていきます。端材を利用しているので大きさは適当です。ボンドが乾いてから必要なサイズにカットしていきます。サイズ調整も現物合わせで少しずつカットしていきました。これがシャッターになります。3箇所これでできました。あとは動きを滑らかにするためにちょっと角をヤスリがけしておきます。
しちょっと高さを取って隙間を空けて動きをスムーズにしたいので1枚マスキングテープをここに貼って高さを上げます。この時点ではわからなかったのですが、マスキングテープではちょっと隙間が大きくて木くずを吸い込んでいると隙間に入り込んで動きが悪くなってしまいました。テープで高さを上げるよりもシャッター側を削った方がいいかもしれません。最後に一番上の板をビス止めしてシャッター部分は完成となります。このビスをストッパー代わりにつけていきます。ゲートの部分はこれで完成になります。今度は箱を組んでいきます。もうボンドでくっつけるだけです。直角を確認していますが、もうすでに45度でカットしているのであんまり意味はなかったです。次は背面の板を作っていきます。空気の漏れをなるべくなくすため段差をつけて線をするようにしてみたいと思います。小さな段差なのでテーブルソーで深さを切った後はカッターでカットできました。わずかな段差ですが、設置面積が増えた分、かなりしっかりつきました。ようやく形が見えてきました。ここまでかなりの時間がかかっています。ビスで留めただけのストッパーもちゃんと機能してくれてるので良かったです。試しに吸い込み実験したのですが、ボックス内の角に少し重いゴミが蓄積していたため、斜めに板を取り付けて流れが良くなるかどうか試してみます。
次は出来上がったボックスをスパイラルダクトに固定していきます。ドリルで穴を開けビス止めしました。スパイラルダクトの穴はバンドソーで適当に開けたものだったので隙間がかなり大きかったです。空気の逃げがないように後で木工用のパテで埋めました。宙吊り状態では結構不安定だったので補強を入れます。使わないホースやダクトも巻き付けれるように四角いフレームを作りました。最後に正面にアクリル板を貼っていきます。木くずを試しに吸わせました。ゴミ箱に直接ホースを差し込んで吸っているので普段はこんなに木くずが出ることはないんですが、やはり量が多いと角の方に溜まったりします。